けられないな。そこでも逃がすか。秀吉役目だ。秀吉役目だ。炎ってやつは情熱だ。かわせるか。この剣の前に敵はない。油断するんじゃないぞ。そうは違う。そこだ。逃がすか。足元注意で。炎を使え。逃げた。炎ブレイス。炎をそこだ。実力を見誤るとこうなるのさ。始めるとそうだ。かわせるか。逃がすか。さよならな。そこだ。逃がすか。火を灼熱。おや、張り切りすぎたか。やっぱりここのアイスキャンディーだけはやめられないな。そういえばオーレンの森で俺の手が光って、あれは何だったんだ。教官にもなんだか言いそびれてしまったし。おい、キャンディーが溶けてるぞ。おっと、ああもったいない。残念だったな。当たりか。おい店員、もう一本だ。なんだアスやらんぞ。はい。Thank you.
アスベル、
ずっと考えていたことがある。今の俺がお前に伝えられることは何なのか。教官が自分に？以前ビクトリアに言われたことがある。俺とお前は正反対すぎるとな。俺はそんな風に思ったことはありません。見る人間が見ればそう見えるのだろうな。その時はお前の担当を降りようと思ったが。俺はこれまで教官に指導していただいたことを感謝しています。ほう、もう俺の手から離れた気でいるらしい。違います。では手を離れる前に一点だけ聞かせてくれ。お前は騎士になって誰のために戦う？いや、誰のために戦える？そう言った方が分かりやすいかな。それなら7年前から答えは決まっています。俺は俺の大事な人たちを守るためになら命を懸ける覚悟があります。そうか、よく言った。それでこそ俺の教え子だ。外に出て買い物なんてしばらくしたことなかったからな。こんなスタンプカードがあるなんて知らなかった。スタンプカードは世界の街にそれぞれ用意されており、該当する街でのみスタンプを貯めることができます。買い物やお客様の持ち物を売っていただくことでスタンプが押され、スタンプが貯まると、なんと、随分煽る説明だな。なんと VIP 特典が用意されます。結局肝心なことが書いてないじゃないか。わざわざスタンプ貯めるためにお店に通うのもなんだけど、VIP 特典が気になるな。Thank you.